はい、おはようございます。ミサトオーストリッチファームのコニタンです。ということで今日もエミーちゃんと仲良くなっていきたいと思います。見て、今日はともちゃんはお休みです。ということでコニタンがね、こっそりエミューと仲良くなっているのを動画でご覧いただければと思います。このネドは地味に硬いのよね。マスチョ、さあ一人でこのオケを持っていくのは大変だ。よし、これで水を溜めていきましょう。よし、こうやってほっといてる間にエミリーちゃんと遊びます。なんかだんだん雑草が増えてきました。エミちゃん、タフちゃんの方が力強く歩くと。今日またスリスリしてるね。気圧の変化とか天気が起因するものなんですかね。それともまた何かやばいものが来たとか、そういうことがないといいんですけど。外に出たいのかな。ブーブー、どこどん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 、ここずっとスリスリしてた。いけないよ。でもすぐ横を通ってくれるようにはなったということでね。タプちゃんも来た。アプさんとイニちゃんが近くに勢ぞろい。音に敏感なようでね。最近ミサトオーストリッチファーム工事があったりするので、そういった騒音とかにも敏感なんですかね。大丈夫だよ。ね、落ち着いて。足早に行ってしまう。比較的タフちゃんは落ち着いてます。やっぱりイニちゃんの方がちょっと臆病というか感受性が高いのかな。だんだんさ、雑草がすんごい生い茂ってきたんだけど、雑草の管理ってやっぱりエミューもした方がいいのかね。
どうですか、タプちゃん、イージーちゃん。大丈夫、大丈夫。親的じゃないよ。親的じゃないよ。でね、どんどんね、ボディタッチを重ねていくことで、なんとか仲良くなりたい。目線をエミューに合わせてみる。水飲みに行こう。ほら、あっちあっち。タプちゃんは水飲みに行ったよ。元気になって。おいで、こっち。まあ、こうやって水を溢れさせたら、水浴びし始めたんですよ。水浴びが好きなのかどうかわからないんですけど、はい、ということで、なかなか心を開いてくれないエミューたちですが、めげずに頑張っていきたいと思います。最後になりますが、チャンネル登録、そして他の動画の視聴の方もよろしくお願いします。これからもエミューやダチョウの様子を動画としてアップしていきたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。バイバイ。